で生きてるので ちょっとね、やばいんですけど、許してください。眠くないですか？眠くないです。ドラキュラですか？待って、やばい。お母さんにも言われました。マジで。ドラキュラってそうなんですか？私知らなくて。ナナさん、ハート100個ありがとう。つなぎちさんもハートありがとう。すいません、暗闇で生きてるもんで。これ以上暗くなんないの？ショック もう光が苦手で。陽キャちゃうん？陽キャじゃないですよ、見ての通り。あ、ともみありがとう。つのきちさん、ハート100個ありがとう。ね、本当にね、ちょっとね、あんま光が好きじゃなくて、基本暗闇で生きてます。もうなんでだろう、本当にね、太陽が苦手なんですよね。だからやっぱり雨の日が好きっていうのもあるんですよ。もうモバメでも書いたのかな、モバメで確か書いたんですけど、私雨の日がめっちゃ好きで、基本外に出ないのであんまり天気関係ないんですよ私。その雨が降ってるから今日出かけられないっていうのはあるけど、そこまで別に天気に左右されないので、そうですね、ちょっと 雨の日って暗いじゃないですか。だから雨の日が好きなんです。ごめんなさい、外で仕事をしたりしてる方がいたら。私本当に雨の日が大好きで、すいません。傘さすのめんどくさいですけど、雨の日は外出ないので。もう本当にステージめっちゃ明るいやん ステージの明るさは大丈夫なんですよ。そうけど、家にいる時、やっぱ家って本当にもうスイッチオフだからさ、喋りたくもないの家にいる時って。こういうのはいいんだけど、そう、なんて言うんだろう、夜ご飯の時とか真っ暗で食べたいし、お風呂も真っ暗で入りたいけど、ちょっと危ないからね。危ないし普通に見えないから。照明って暑い？いや、私はあんまり暑いって感じないんだよね。そう、レッスンの時からマネージャーさんがそのステージに慣れるためにエアコンとかつけないでレッスンしてたから、暑さには慣れてて。そう、お風呂はわかるけど、ご飯は不分よ。いや、真っ暗で食べる安定のイヤホンないタイミングや。イッチ来た、ありがとう。あ、そうだ、CP 持ってきた。エレクトロニコアさん、かわいい、ありがとう。尊い。エレクトロニコアさん、ありがとう。コトちゃん、ハートありがとう。あ、ともみー、ハートありがとう。CP はね、01のピンクベージュっていう色。本当はテロップ書いてない 恥ずかしい。10時半までかな。イベント参加仲裁研修日10時半まで。01のピンクベージュでした。ちょ、今もすっぴんだからこれちょっとつけれないんだけど、これめっちゃ可愛くて、本当にもう冬とかは特に可愛い。そう、夏はあまりあれかも。でも冬はめっちゃ漏れる。あんま手で伸ばしたくないな
めっちゃ可愛いのよこれ。結構指3本分、3本に入る、ランキング3番目に入るぐらいおすすめ。でもね、ちょっとねダマになってつきやすいから結構気をつけた方がいいか。ほらちょっとダマになってるから、こうやって取って、マジでほとんど何もつかないじゃんってぐらいのやつにしたら、ほらこれぐらいつくのよ。これがめっちゃ可愛い、お気に入り。漏れるに夏冬あるやん、ありますよ。これはなんかイルミネーションとか見に行くときにつけてたらめっちゃ可愛くないと思う。しかもさ全然落ちないのこれこうやってやっても全然落ちないの。だからたまにメイク落としたとき顔がキラキラのときある。本当だ可愛い。そうみんな買ってぜひ。01ね、お揃いにする。マスカラ一緒だった。え、すごい一緒。私も買う、買って買って、可愛いから。これこれね色わかんないけど西馬も使ってるらしいよ。スノーマンさん可愛い、ありがとう。エレクトロニコアさんハートありがとう。星くんラブレターありがとう。あ、ナナさんだるまありがとう。これめっちゃ可愛いよ。ゆきのともさんこんにちは。かずさんこんにちは。ごめんね最終日なのにちょっとしか来れなさそう。時間取れた分星泣きしますね。ありがとうございます。つんちゃんだるま100個わー、ありがとう。ななさんアイドルです。ステージに立ってるくせして暗闇大好きです。すいません。でもステージを明るいって思ったことあんまないんだよね。なんでだろう、スイッチが入ってるからかな。か今もこの目の前にライト置いてるんですけど、本当は普段だったらこれも嫌だけど今は何とも思わない。なんか太陽が嫌いなだけなんですよね。光が嫌いっていうか、なんか太陽って本当にちょっと一致。ハード100個ありがとう。暗闇から照らしてくれてるのに、あ、そうこれ本当はこれで配信したいけどちょっとね10時だとは思えないから、これはちょっとめっちゃ白飛びする。ユキのブルーベよね。ピンクとかはっきりした色が似合う。そうあのね本当はねイエベだと思ってて、オレンジのアイシャドウとか使ってて、あとオレンジそのイエベに似合う色の服とか着てたんですけど、なんかピンクのアイシャドウの方が漏れて、であれみたいになって、あと NNB の12周年ライブ、このこれ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 、この12周年ライブのこの服あるじゃん、これこの色がめっちゃあのほらめっちゃ肌がねパキッとなって、でこれがその何に似合うか調べたらブルベだったから気づきました。これありがたい、あとで着ようかなそうだからねピンクのアイシャドウが似合うという。みゆさんこんにちは。紫外線がダメなのかな、うん、なんかちょっとねそうなのかな。そうこの色マジで私一番多分似合うんです、この世の中の色で。この色がねやばいの、ほらめっちゃ白くなる。この色大好き、懐かしい。これやばいね、こう私たちがこれ着て出ましたよ私。
覚えてますか？100番で。しかもね、これ12周年ライブ出た時、さゆきと西馬と3人で並んでたんですよ。で、私その時に西馬好きになって、うわこの子絶対受かると思って、めっちゃ可愛いわと思って、さゆきはうわショールームで見せた人だと思って、隣じゃんって思って、でちょっとだけ一言だけ多分話したんですよ。覚えてないだろうけど、向こうはもう私可愛さにびっくりしちゃって、めっちゃ覚えてて、なんか一回話して、でなんかすごいめっちゃなんか本当に陽キャって感じだったから、あの二人がうわ仲良くなれなさそうって思ったら、セレクションにいて、うわいるじゃんって思って、しかもあの二人多分この時から仲良くて、セレクションもずっと二人で一緒にいたから、うわやばい怖いって思って、今はめっちゃ仲良しして、はい、びっくり、自分もびっくり、本当に仲良くなれなさそうって思ってたけど、めっちゃ気合うんですよね今。皆さんもだからこれから出会う人で仲良くなれなさそうって思った人ほど仲良くなれる説はありますよ。私ほとんどそうなんですよね。学校とかでもなんか、うわこの人ちょっと苦手だわって思った人と親友になるみたいな、ある。そういえば昨日その子のルームでコメントしてた、はい、してました。さゆきとはね連絡も取ってます、ほぼ毎日。自分とは違う属性だと思った、そうなんかもう違うわって思った。向こうはめっちゃ明るいし、こっちはこう見ての通りこんな感じだから、もううわーすごいと思って、元気だなって思ってて、あとこよりんとかもめっちゃ可愛かったから受かるんだろうなって思って、自分が受かるわけないって思ってたから、もうなんかそう受かると思ってなかったから、本当にだからあの子受かるだろうなっていう目線で、なんか私も審査員みたいな立場でセレクションとか受けてて、そしたらなんか自分も受かって、あの私が受かると思ってた子も受かったから、うわ嬉しいってなった。キクヤンさんハートありがとう。ともたん花束ありがとう。ビタミンさんレインボースターありがとう。なんか初めましての方に申し訳ないな、この暗闇すっぴん配信。アイドルだとは思えない、もう NNB やばいってなっちゃうやばいの私だけなので、あの大丈夫ですよ。イッチーだるまありがとう。ポンズさんレインボースターありがとう。スノーマンさんもレインボースターありがとう。ちょっとかゆい。なんかめっちゃなんかここ斜めってておもろい。私の前髪のポイントがあって、前髪を作るとき絶対この横が必要なんです。ここがこれ大事、こっちもこれ、ここの斜めがめっちゃ大事、ここがこれがないと私はもう生きていけない。前髪こうやって切ってもらいます。無音やけど星2周カウントしたので仕事に戻ります。頑張ってください。お仕事、今日のお昼ご飯何食べたい？え親かなんかですか今日のお昼ご飯何食べたい？何食べたいかな。なんかでもさっき思ったのは、ささみとブロッコリーのやつやばめっちゃアイドルすぎるやん。なんかごめん、なんか帰るわ。じゃあちょっとアイドルすぎるから、なんだろう、なんか焼き鳥とか食べたいかな正直。で焼き鳥大好きで、そうでも焼き鳥とか言いつつ、でも一番好きなのはエビなんですよ。そう焼き鳥食べ行っても結局エビしか食べないみたいな、結構迷惑客すごく迷惑客なんですけど、
焼き鳥なんだから鳥食べろって感じだけど、私はエビが好きです。筋トレするんかめっちゃ健康よね。アイドルすぎるとは。アイドルすぎるよ。ちょっと健康やん。結構健康じゃない、ささみとブロッコリーって。もうなんかアイドルの本当にモデルみたいな食生活でも、私はそんなんじゃちょっと空腹なので、がっつり食べたいな。でもさっきはプチパンケーキじゃない、プチホットケーキ食べました。アイドルなので。あとサラダ食べました。美味しかったです。そこからエナジードリンクを流し込んで、一日配信で居眠りをしないようにエナジードリンクで。ボディービルダートリキやん。トリキじゃないですよ。トリキはあんま行かないです。トリキ族、私はトリキ族ですよ。でトリキ族っていうお店にもあんま行かないけど、たまにセレクション期間は行ってました、安くて。でもなんか最近はちょっとちゃんと食事をしようと思ってあんまり行かないかも。外のお店、外食はしないです。体に悪そうなので。ちゃんとお家で食べてます。新潟のおばあちゃん家からお米が届きました。嬉しいです。とてもお米が届きました。いっぱい、なんか荷物届いたと思って、で段ボール受け取ったら重いですよって言われてえっと思って思ったらめっちゃ重くて、でもなんかこの重さ経験したことあるぞって思って、あれ見たらおばあちゃん家からで、うわっこれお米だみたいな。私新潟にいた頃お米を一回も買ったことがないんですよ。私の家はおばあちゃんからもらうから、そうだから、あそれだと思って嬉しいってなりました。ゆうさん、さくらありがとう。焼き鳥先生、花束ありがとう。焼き鳥先生、ハートありがとう。きくやんさん、バラありがとう。ね、お米助かるよね。お米、新潟帰りたい新潟帰りたいんですけど、帰るまでが遠くて帰ってないです。だったらちょっとここにいたいなみたいな。やっぱ太陽が苦手なので。そう、夜に帰ろうかな。でも夜に帰るってなってもこっち出るのお昼じゃないと夜に着かないから難しいですね。この時だってこっち夜に出たら向こうの夜中に着くからどうしたらいいんだろうご飯のお供は何が好き？野沢菜です。野沢菜。新潟まだ寒いかな。寒いか。大阪から新潟って行きにくいよね。そう、本当にちょっともうちょっとなんか新潟に行きやすい道を作ってほしいな。深夜さん、ハートありがとう。セレクションは通ってたの？通ってないよ。毎日セレクションあったから、一人暮らし一人暮らしでした。はい、見事肌荒れ。一人で、本当に一人でしたよ。一人暮らし、しかも友達もいないしさ、
あとセレクション期間ぼっちだったしさ、もう1週間とかじゃない3週間あって全く喋ってなかったからもう声がおかしくて、だからあの課題曲、最終審査の課題曲の青春のラップタイムをやり始めた時はマジで幸せだった。歌うからさ自然にさ声を出すからさ、一生声出さないとこだった最終審査まで。本当にずっとこんな感じで一人でいた、こうやってキョロキョロして可愛いと見ながらみんな。ちなみにホノピーも今あんなにムードメーカー的な感じだけど、ホノピーも人見知りでずっと一人でいておもろかったマジで。一人暮らしホームシックにならなかった、ならなかった。なんかその時はでもセレクションで頭いっぱいであんまならなかったかな。今は若干なる瞬間あるけど、セレクション期間は言うて3週間だったし、あんまりあれかも。今は春休みなので帰省のチャンスなのでは。そう、でもあの、待って、コヨリン来てる。あのあれなんですよ、あの公演とかがあるから帰れなくて、レッスンとかもあるしなかなか帰れないんですよね。もう本当に1週間丸々お休みとかだったら帰りたいけど、本当だ、コヨリンしかも30位じゃん、おもろいありがとう。はい、コユリンでも本当にめっちゃ記憶あるわ。もう絶対あの子受かるだろうなって思ってたもん、可愛くてね。もうさ本当にさ10時だとは思えないよねこの明るさ。しかもパジャマでスッピンで、もう本当にコエリに見られてる、恥ずかしい本当に。昨日が気になって登録しました。今日は一日お家で配信かな。そうです、今日はお家で配信です。恥ずかしい、なんもなんか。あ、ともみハートありがとう。お腹すきましたね。何食べようかな。さっき何食べたいって言われたけど何食べたいかな。モバメ撮ってた頃こんなおもろい感じの子やと気づかんかったこんな暗闇でカーテン閉めてこんな感じです今。このちょっとしたここの光も嫌だ。もうクマコアラ、それモバメの題名じゃないですか。違う、嘘だ、あれ、あ、本当だ、そのそれ昨日のモバメの、じゃじゃーん、これコアラかクマかまあクマなんですけどコアラにしか見えなくて、おにぎり作るとか、うわー、でもやっぱおばあちゃんが握ったおにぎりが一番おいしいからな正直あんま自分で作りたくないんだよね。星ナゲットカウント終わったので授業戻ります。また来るね、ありがとう、ありがとうね、頑張って。キンキンペンライトありがとう、イッチタコありがとう。なんかお腹が空いてきた。次の配信12時半ですね、はいちょっとさ自分のさスケジュールを忘れちゃう。新潟のおにぎりってだけでうまそう、美味しいですよ本当に。あの出口結菜さんが
結構新潟のこと紹介してくださってるから、皆さん見てください。もう私あれを見てもううなずくことしかできない。もうわかるみたいな、わかるわかるってなる。だから私も早くそのなんて言うんだろう、その出口優奈さんが紹介してないなんか場所、新潟の地域を紹介したいから、私も早くなんか SNS 始めたいなって思う。はい思います。雪乃の隣にいつもそばにいるよ。ありがとう。結構配信始めてからモバメの量も多くなった気がする。1日に3通とか送ったことなかったけど、配信始めて毎回配信終わるごとに送ってたから。そう、インスタやってほしい。インスタやりたいよね。わかる。インスタ私もやりたいけど、まずはツイッターからだね。いっちー花束ありがとう。可愛い人発見しちゃった。お、今イベントに参加してるんで、今日最終日なので応援お願いします。花が好きな子なんやと思ってた。違います。花、まあ、花は好きですけど詳しくはないです。全く名前知らなくて、ただなんか私の好きなアイドルがいるんですけど、その子があのブログで今もね、好き、そのブログを上げるたびに花言葉をやってるのを見て、うわこれめっちゃいいと思ってモバメでやってるだけで、花が好きとかじゃないんです。今日デスアキでこの時間で最後に会いそうか、最後まで頑張ってる、大好き。いっちーありがとう、ありがとうね。誰もありがとう。ずっとイベント期間も来てくれてありがとう。新潟に行ったらイタリアン食べてみたい。うわ最高。 NLB の人なんですね。可愛いはずだ。本当に私のこと初めましてですか。原カレンさんと横野すみれさんと山本美香さんがもしかして好きですか。新潟行ったらパパ焼き人数分買ってくるやろ。いや買いません。自分たちで買ってください、食べたいなら。私も自分で買ってないので、お父さんから送ってもらってるんで。キクヤさんハートありがとう。やばい、モバメ見て詩人かなと思って。違いますよ。なんでどの辺を見てそう思ったんだろう。鼻の資格を持ってるんかと思いました。すいません、好きなアイドルがやってただけで。へぎそば好きですか。好きです、好きですけど、あんまり1回とかしか食べたことないですね。なので好きとかいう資格ないです。新潟の観光大使待ったなしやね。やりたいですね。よもさん桜ありがとう。待って、もう30分じゃん、やばい。13位、待って本当にやばいね。ピンチ。13位ビタミンさんありがとうございます。12位はやぶささんありがとうございます。11位ナーヤンさんありがとう。10位ヨモさんありがとう。9位しまじょうさんありがとう。8位クワガタさんありがとうございます。7位トンビさんありがとうございます。6位焼き鳥先生ありがとう。5位キクヤンさんありがとうございます。4位ともたんありがとう。3位イッチありがとう。2位エレクトロニコアさんありがとうございます。1位スノーマンさんありがとうございます。めっちゃやばいね。はい、めっちゃ29分でした。次は12時半からです。皆さん次は絶対メイクしてちゃんと着替えます。さようなら、ありがとうございました。バイ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 。